さん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はですね、昨日ですね、まあ某にもう某土曜日に中学校のね体育祭がありました。はいはい、しょうちゃんね、中学に入って初めての体育祭で、はいはい、はい、ね、頑張っていたんですけども、ママもねちょっとだけ学校内には3年生の家しか入れないので、外からねちょっと見えるところがあって、そこでねちょっと覗いたりしてたんですけど、まあ頑張ってました。はい、ね、競技とあと、まあ、放送委員ということで実況もねやってて、頑張ってましたね。はい、頑張ったんですけどうまくいかない。うん、ママもなんか久々になんか運動会らしいものを見れて、すごい頑張れとか、うん、ゴーっていうなんかこう応援もちょっと楽しかったです、実は。はい、まあこんな話はよくてですねでですね、なんとですね、夕方電話がありまして、はい、まあママはちょっと学校にいたんですけど、その時もまだで、もうお友達のママさんとかと一緒にいて、でなんか学校から電話があったんですけど気づかなくて、パパからの電話はその時ちょっと気づいて、そのしほちゃんがなんか歩いて帰れないほどなんか具合が悪いから車で迎えに来てほしいって電話があったって言われて、えー、みたいな。ママもなんか運動会頑張ってる姿とか見てたから、あれ元気だったはずなのにと思って、いつ具合が悪くなったのみたいな感じだったんですよ。はい、それでね、はい、迎えに行きました。はい、でも急いで学校行って、で先生が来たから事情を話したら、あ、じゃあ少々お待ちくださいって言って待たされて、え、なんで保健室行きたいんだけどすぐと思ったら待ってたんですよ。そしたら翔ちゃんがね、なんと歩いてきてあれ歩けないぐらい具合が悪いって聞いたんだけど、なんか普通に歩いてきたんだけどと思って、まあでもそこはね普通に何とも言わず、まあね、まだでも確かに具合はめっちゃ悪そうだったね。もうなんか辛そうな顔しててぐったりしてて、はい、じゃあその経緯を お話しください。経緯、いつから具合悪くなったの？お昼食べて運動してもう具合悪くて、お風呂じゃない食べるお弁当がね短いんだよね、時間が。なんかすごいね運動会の時間がもう午前中押してて、うん、お昼ね、まあ、もともと30分しか時間なかったんだけど、うん、まあ、そのまま30分取ったの、お昼多分、うん、取れたんだね。でも30分なんだよね、うん、の間にまあ食べて、でもすぐ午後の競技が普通通り始まって、午前中してたんだけど午後は予定通りの時間から始まって、うん、で一発目にねなんか応援合戦で、うん、なんか応援合戦がなんか普通に踊るんだよね、なんか4曲ぐらい踊る応援合戦みたいな、そうそうそう、珍しい感じのソーラン節と、そうそうそう、他のなんか組に分かれて違う曲なんだけど、うんうんうん、セレクトして踊るみたいな、うん、そう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 、感じで、そう、ソーラン節もなんかいろんなアレンジが各組決まって、そう、ね、決まって、うん、踊っててすごい、うん、ここ言ってるとか、ここすごいね、かっこいいねとか、うん、みんなで話してた。そう、なんか4色あるから、そうそう、4個なんか違う感じで、まあソーラン節はみんな共通なんだけど、そう、ちょっと違う感じでね、なんか4曲踊ってる人も組もあれば、うん、なんか2曲で攻めてる、うん、まあ、それはその組によって、そうそうそう、すごいなとか思って、うんうんうん、2曲でね踊ってる組をみんなね強豪校みたいとか言ってて、うん、まあいいや、そう、それでその踊ってる途中でちょっとお腹が痛くなってきたの。でもその前からお腹痛かった。あ、その前もう始まるぐらいからもうすでにお腹痛かったんだ。みんなに言ってた、お腹痛いの大丈夫かな、踊れるかなとか言いながら、うんうんうん、痛いとか言ってでそこから思ったんだけど、その辺の時、その時はまだ全然なんかいつもお腹痛いなーって、うん、そう、なんかテスト前とかもよくお腹痛い、あー、そうだね、なるよね、それぐらいの痛みだったからまだ踊れたんだけど、うんうんうん、なんか踊った後からなんかちょっと体調がなんかどんどん悪くなってきて、うん、そう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 、で
であれだよね、その後、まあ、リレーがあって、でもリレーは翔ちゃん選手じゃないから、まあ、もっぱら応援なんだけど、その時はもう普通にじゃあ椅子に座ってたって感じ、具合悪く最初椅子に座ってたんだけど、うん、みんなが前で応援してる、そうだよね、リレーだから一番盛り上がるから、うん、途中から私も友達と前にこう行って、うん、前にいたから、うん、一人でこう行って、そかそか、ずっとこうやって体育座りで座ってて、こうやって、ああ前に行ったけどちょっと辛くてちょっと座ってたみたいな、うん、そうそうそうだよ。でそのリレーの後になんか棒投資って言って、なんか全学、まあ、全校がね順番に1年生2年生3年生ってやる競技があったんだよね、全学年で、それにも出たんだよね。その時がすごいすごい辛かったでしょ。辛かった、やばくて、で友達にもなんかやめ大丈夫みたいに言われたんでしょ。なんかアンカーで、うん、同じアンカーの子が、うん、大丈夫みたいな、うんうん、しょうちゃん大丈夫みたいな、先生に言って変わってもらうみたいな人がってたんだけど、うん、もうギブス着てるし、うん、並んでるし、うん、ここであの退場はよろしくないと思って、うん、大丈夫ありがとうって言いながら、うん、無事走ったんですけど、うん、まあ結果はまあ残念だったんですけど、うん、ね、ちょっとねビリになっちゃったんだけど、まあそこはねしょうがないしょうがない、うん、でその後に2年生の冒頭戦の実況だったんですよ。そうなんだよね、放送委員ですぐその後実況に行かなきゃいけないってことになってね、そうそう、ポケットに紙とか入ってて、うん、もうすぐ退場したらすぐこう行けるようにしてて、うん、でそうですね、辛いまま実況しましたね、はい、何言ったかも覚えてないんですけど、うん、まあ聞いてたけど、まあでも普通に聞いてる分には具合悪いそうな声ではなかった、うん、けどなんかちょっとところどころんっていうなんか言葉が途中で止まっちゃうとか今何言ったみたいなたまにあったけど、でもまあ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 普通に元気な感じでは聞こえましたね。でそれ放送終わったらもう特にもうあとは閉会式だから、そこで気が緩んだのかな、うん、でもなんか一気に来たよ、一気にもうやり遂げたってい う, そ う, もう椅子でずっとなんか前も椅子でちょっとこうやってて、うん、もう動けなくなっちゃったね、要はね、ここで座ってて、うん、友達が日陰に椅子あるから行きなって言って、うん、よかったみたいな、うん、って言って、うん、そしたら保健の先生が来て事情聴取みたいな、うん、どうしたのどうしたのみたいな、みんな閉会式やってる中すごい事情聴取って、そ、ね、うん、でそこからね保健室に行って、うん、親が来てみたいな感じですね。そうだね、はい、もう結局はね熱中症、軽い熱中症ですね。まあね、お腹が痛くて気持ちが悪かったっていうのもあったけど、うん、会った時からも顔真っ赤だったし、うん、でまあ家に帰ってクーラーの涼しい部屋で、まあ、着替えて楽な格好になって、ね、あとちょっと塩分とって、でとりあえず氷で、まあ、首とか顔、あ、おでこか、でこちょっと冷やしながら寝て、うん、寝ましたね。ね、したらちょっと落ち着いて顔もね、赤みもねスーッと消えて落ち着いたような顔をしてて、そのままちょっと寝れたのかな、ちゃんと。すごい4時間ぐらい寝た。あ、そんな寝てたっけ。4時ぐらいに帰ってきて8時ぐらいに起きたから、うん、あ、そっかそっかそっか、本当に 3,4 時間寝て、うん、そしたらなんかもうすっきり、ちょっとすっきりした落ち着いた顔してて、ご飯いっぱい食べました。で、お腹空いたってなってちょっとねもりもり食べることができて今に至るって感じですね。そうですね、はい、ということでね、ちょっとねまあ暑くなるとは言われてたんだけども、ちょっと甘く見てたよね、そのなんか熱中症対策をしてねって学校からちゃんと言ってくれてたんだけど、まあでも真夏をねテニス部でちょっと過ごしたりもしてるし、まあそこまで暑くないかなみたいな感じでね、何もね持ってったりしなかったんだよね。水筒2本持ってた。そう、水槽、水槽じゃない水筒2個、水筒は2個持ってってたけどさ、やっぱりちょっとこう凍らしてなんか持っていくとかさ、そういうの全くしてなかったからね、うん、まあでも大事に至らなくて本当に良かったです。まあ残念だったけどね、最後出れなくて。最後なんか閉会式とかも、うん、一応聞こえてたは聞こえてたんだけど、うん、覚えてなくて。そうだよね。うん、もう辛くてね、それはしょうがない。だからでも後から聞いたんですけど、うちのクラス、うん、組は、うん、準優勝。そうなのよ。予行練習でめちゃめちゃビリだったんだよね。そう、全競技4位 で、うん、でたまに違う組が不正行為があってちょっとランクが上がるみたいな、うん、
で、まあ、ビリだったんですけど、うん、だからね、すごい頑張ったと思います。本当にしほちゃんの学年もすごい頑張ってたし、見てたけど、うん、ね、まあでもだから結果は良かったよね。良かった良かった、うんうんうん、なのでまあまあこれもね、来年の教訓にしていい思い出としてはい、頑張ります。次につなげましょう。次も頑張ります。はい、はい、ということで、まあ熱中症にね、はい、まさかね、しほちゃんがなるとは思わなかったんですけど、私も思いませんでしたね。まあ本当に油断してるとなるんだなって、まあ本当に思ったので、皆さんもね、これからもう運動会って終わっちゃうのかな、わかんないけど、でもこれからのところも多いと思うんだよね。リミとかもこれからだし、うん、なのでみんなね、ちょっとね、暑い日だったら気をつけてください。本当に気をつけてください。辛いです。本当辛そうでした、マジで。やっぱ熱中症ダメですね、うん、本当気をつけて、本当に対策は大事だなって改めて思いましたね。はい、はい、ということで、まあ一応ご報告でした。はい、はい、うん、ということで、それではバイバーイ。